もう不思議なもので、人間って多くの人たちっていうのは誰の言うことを信じるのかっていうか、誰が言ってるかでこのことを信じようとか信じまいとかっていうふうに考えるんですよ。まあ、例えばわかんないけど、政治家の先生が言ってるからおかしいんだろうとかというふうに思っちゃうんですね。ガーシーって知ってます皆さん、ね、知ってますよ、もちろん。めちゃくちゃ話題ですよ。そう、めちゃくちゃ話題で今選挙に出てるわけ。日本にいないのに選挙に出て。すごいですよね、 NHK。 まあ要はいろんな芸能人の不倫ネタとか、不倫っていうかなんか未成年なんとかとかもう暴露してるし、なんか某有名経営者の、はい、まあ、悪事を暴露したりとか、そうですね、そういうことを今やられてるわけですけど、やっぱ言うてもよくわかんないじゃない、なんか怪しいな人っていう、ポットでな感じはね、ポットでの怪しい人っていうイメージはやっぱり払拭できてないけど、うん、選挙出てるでしょ、当選するかもしれないですよ。そのだから全然も箸にも棒にもかからないとかじゃなくて、当選当落線上にいるんですね、いわゆる。だから当選しちゃうかもしれない。じゃあしたとしましょう。まあ僕 YouTube でちょっとそれ解説しましたけど、ガーシーの言うことにめちゃくちゃ信憑性が出てくるんですよ。いや怖いですよ ね、いや変わんないんですよ。だからその彼が多分、彼の情報源が正しいか正しくないか置いといて、うん、彼が言ってることが正しいかどうかではなく、参議院議員のガーシーが言ってることと一般人のガーシーが言ってることっていうのは信用度に差が出てくるんですね。これがいい悪いの問題ではなく、現実としてそうなんですよと、うん、本があって並んでいて、そこに自分の顔とかが載ってると、その人が言ってること正しく感じちゃうんですよ。いや正しいんですよ、実際正しいこと言ってんだけど、いくら正しいこと言ってもそれは、だからガーシーの問題に戻ると、ガーシーってねが言ってることって、もう実際なんかその未成年飲酒みたいな話で言うと、そのもうその一緒にその やった17歳の子が実際に YouTube 出て話したりとかしてるんで、まあまあ楽しいんだろうなと思うけど、やっぱそのテレビとかそういう媒体は扱わないんですよ。なんでかっていうと、信頼性がないと思われてる、ただの一般人だろってなってるんですよ。これが例えばネタ元が週刊文春だったら出るんですよ。僕はガーシーも週刊文春も大して変わんないと思いますよ、実態はね。だけど紙媒体があって、なんか立派な100年以上の歴史があって、みんな立派な出版社だって思ってるじゃない、週刊文春、文芸新潮社のことを。だからみんな信じるんですよ。文春が言ってることは嘘でも信じるんですよ。